皆さん、こんにちは。村長です。今回2021年のサマーキャンペーンでユージャムのシンフォニックエレメンツストリングスというソフトを導入しました。すごいですね。昨日まで自分がこんな映画音楽のようなものを作るとは考えもしていませんでした。でも次の日からこんな音楽が作れるようになるわけです。素晴らしいの一言ですけれども、ただしユージャムに慣れてない方、僕のようにユージャムのプラグインを20個も買ったというようなね、本来なら全部入りを買っとけよというね、それならキャンペーンだったら5万円ぐらいで買えるんですよね。それをちま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 、もちろん安く買った時もありますけれども、倍以上のお金を使って買い溜めたんですね。バーチャルギタリスト、バーチャルベーシスト、バーチャルドラマ、いっぱい買ったわけですけれども、まあそれもあって僕はユージャムもちろん大好きということもあれば、 YouTube の解説なんかでもかなりたくさん見ていただいて、僕としてはまあまあ良かったかなと思うんですよね。でこの実際のストリングス、すごくいい音が鳴ります。例えばね、もう言うことない、そういう音楽が作れそうなんですけれども、ただしこの C3 から C4 の領域にコードを弾くことになるわけですね。そうするとですね、僕のように音楽の基礎が少ないものにとればですね、またまたポップスを作っていた時のように C だとか F だとか Am だとか、ちょっとテンションを入れると言っても Dm7 であるとかですね、和音の知識も、まあ、乏しいですから、そういうふうな状況になってしまいます。まあもう一度ちょっと真面目に弾きますが、このストリングスというソフトは大きく分けて、この上の方でストリングスのいろんな楽器を選択します。基本はストリングス40層なんですけれども、そこにいろんなおかずがついてるわけなんですね。例えばまあこういうふうに弾けるわけですね。そしてその楽器自身がここで選べます。チョイスできます。こういうふうにですね。そしてここにユージャムの最近得意なフィニッシャーというエフェクターがあって、すごく音が変わります。こんな音も流せますし、こんなようなドラムが一緒に入ったようなキットもあるわけですね。それでやるとこんな感じになります。そこにプラス、ここ左の端の方でスタイルを決めていくことができるんですね。たくさんのこういう演奏パターンがありまして、そしてそれをここにありますフレーズ選択の1オクターブ分で、さらにこのスタイルの中の、例えば普通の音楽でいう A メロであったりサビであったりに適用していくわけです。もう一度やってみます。
形なんですが、何せ右手のコード進行があまり基礎の分かってない僕には難しいわけですね。今日はそれをカバーするソフトとの組み合わせを少しお話しします。今まではこの部分をスケーラと呼ばれるプラグインブティック社の出しているソフトでコード進行などを作ってたんですけれども、さらに進化したソフトがあります。よくこのソフト同士はどっちがいいんだとかいうふうな形で評価されてますが、僕はもう全く別物だと考えています。はい、こういうようなソフトなんですけれども、ルーティングを少しだけお話しします。このソフトは僕の場合このキーボードから入力をします。そしてここでできたコードをこのストリングスに送りたいわけです。そうするということは、このストリングスのトラックでインの方をコードジャムに割り当てます。そうしましたら仮に音を聞いてみます。今見えましたでしょうか。 Dm11 というコードが送られました。もう一度、はい、この送られるコード、ここ真ん中を見ていてください。指一本で来ます。このようにおしゃれなコードを送り込めるわけです。そうなるとこのストリングスがとっても生きてくると思うんですね。 C や F や G を弾いてた分にはですね、どうしてもワンパターンな形になってしまうと思うんですね。またストリングスに対しての深掘りした解説動画は別の機会に作りますので、皆さんチャンネル登録などをしておいていただいてですね、ぜひとも見ていただいたらどうでしょうか。まだ日本ではあまりしっかり解説した動画はほとんどありません。プラグインブティックさんとか DTM ステーションさんが簡単には説明をしたりしておりますが、せっかくのソフトで注目度はまあまあ高いんですけれども、まだ日本語動画というのはほとんど見当たりません。今日の基本はこちらです。そしてそれも今日は連携の話を中心にしますので、細かい使い方は別なんですが、これはですね、ここでキーを選択しまして、そしてスケールを選択します。今メジャーというふうに選択しています。そしてこちらの方でコードのタイプというので、今はメジャーの9というのを選択しておきます。これについてもまた詳しくやりますが、そしてですね、こういうふうに設定をしましたら、ここはまあ固定なんですが、ここでランダマイズボタンがあります。これを押すとこの下の3つのセクションが今変わりましたよね。もう一度押します。こういうふうに、はい、こうすることによってまず一番左はボイシングが変えれます。このソフトは5つの和音構成で出せるようなソフトです。そしてここでこのようにボイシングがここを押すたびに切り替えることができます。もちろん自分でこのように戻すこともできます。こちらに送ることを考えて、今はすべてを同じところにしておきます。そしてここでロックをしておきます。これがロックの機能です。そして真ん中のセクションなんですけれども、これがすごいです。この5つのベロシティを自由に変えれます。そしてこのようにボタンを押した時に変わるだけじゃなく、ここでミニマムとマックスをこのように設定しておけば、この範囲の中でベロシティが変わってくれるんですが、この無限大ボタンを押しておくと、キーを押すたびに
ここが変わります。よく見ててください。こういう形にここが変わるんですね。人間がピアノを弾いても絶対に同じ指の力の強さで弾くことはほぼないと言えます。ですからまあここまでするのはどうかと思いますが、若干これぐらいの差はつけておくとよりヒューマナイズドされます。そしてこちらの方なんですけれども、ちょっとこの音源では少し分かりにくいんですけれども、このようにしておくと低い音程から高い音程にタイミングをずらしてくれるんですね。ダラ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 、いわゆるストラミングというかストロークというかがここでできるんです。もちろんギターでいうアップストロークはこのようにしてできるんですね。はい、右側のストリングスの方を見ていてくれたらよりわかると思うんですが、表示されるタイミングが変わります。これちょっともう一度逆にします。このユージャムのストリングスの音が入ってくるタイミングをよく見ててください。指一本で弾きます。このようにタイミングを変えれて、それもここでちょっと少なめにしておいて無限大ボタンを押します。そうするとこの範囲の中で押すたびにこのタイミングが変わります。ここが素晴らしいですよね。この2つの部分ですねが変わります。ちょっと見ててください。このようにこのストリングスでは大きな影響は少ないですけれども、例えばこれがピアノ音源とかであればもっと便利にできます。ちょっとだけやってみますので聞いてみてください。はい、今ちょっと仮にアディクティブのキーズを入れてみました。そしてこれで鳴らしてみたいと思います。指一本です。これで先ほどのようにちょっとこういうのをやってみます。はい、このようにタイミングをずらして弾いてくれますし、今は強弱が都度変わってます。はい、そしてですね、これにはシーケンサー機能もありまして、もちろん今のようにリアルタイムで弾くだけでなく、ここで64のステップシーケンサーになっています。今は32になっておりますが、そのようにしてここで組み立てができます。この組み立てなどについても、次の機会にコードジャム専用のお話としてやってみたいと思います。話は戻します。本当にコードがとっても面白いコードで弾くことができるようになるわけですね。このようにできるということは、今まで自分がワンパターンだったコードの知識がものすごく変わった形で弾けるようになります。変わった形といえども、ここはというようにスケール理論に基づいた形で弾けるわけですから、とんでもない音は出てきません。ですけどこうやって音を確かめながら弾くことによって、おしゃれなコードを
ストリングスに送るということができるようになります。最後にもう少しストリングスの魅力を皆さんにちょっと期待を持っていただくためにちょっとやってみます。指一本です。そしてこの音に飽きてきたらこのフィニッシャーで思いっきり音を変えることもできます。こんな感じにフィニッシャーがたくさんこうやってありますので、もう自分ででも今日はコードジャムをお話しするつもりでしたが、ストリングスの魅力がありすぎてですね、本当はどっちの説明をしたいのかというのがちょっとわからなくなるぐらいですね、このストリングスは弦楽器4本以外にですね、どんな形でサンプリングをしたのか、本当にこんなソフトをですね 1,2 万で手に入れていいものなのか、そのぐらいに思います。その証拠に少しチップスを最後に言っておきますが、今まで U-JAM シリーズはこのスタイルっていう、これ切り替えですね、この切り替えをオートメーションをつけてできたんですね。ですから曲の途中で全く違うスタイルに今変えましたから、こんな感じになります。こういう風になるのを途中で自由に変えれたんですが、やっぱりもうそこまでするのには、そんなことをしたらこのソフトが何十万円になっちゃいますと、スタッフの方も僕と同じようにオートメーションはできないんですかと聞いてくれたらしいですけれども、そんな裏話も教えてくれました。 U-JAM のこのシリーズにはドラムスというのもありまして、さらに壮大な音がなります。これもまたレポートしてみたいと思います。ということで、このコードジャムとストリングス、皆さんどう感じられたでしょうか。僕にとっては全く音楽に新しい風が吹き込まれたような、とってもワクワク感いっぱいの今日のレポートでした。どちらのソフトもまた深掘りしますので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。村長でした。